はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー4ピクセルリマスター、続きをやっていきます。まあ基本的に本気を出すところ以外はもうパパパパパッとやっていっちゃおうかなと思いますので、もうアガルトの村に来てます。で、今回の目的はとりあえず地底世界を探しましょうということなんですけれども、ここにマグマの石を投げ入れると町の隣の山が爆発して、てか爆発具合やべえな、これ町壊滅すんだろこんなん。で、外に出ると穴が開いてるので飛空艇で中に入ります。これで地底世界へ到着。一応世界一周してんな、地底世界。あれは赤い翼。やっぱり地上と空だったら圧倒的に空の方が有利だよね。でもそれを跳ねのけ返す戦車部隊、それもすごい。中央を突っ走ります。こんなのさ、攻撃受けたらひとたまりもないよね。特に強化装甲とかされてる感じもしないし。落ちる。セシルだけ気を失っている。ひ弱だ。レベルが低いからね。しょうがない。みんな屈強すぎるよ。エンタープライズが行かれた。このまま飛ぶのは危険。降りてみましょう。というわけで、城があるんで入ります。ドワーフ城。特に誰にも話しかけることなく。こいつに話しかけるか。ルカ、私のお人形たちがいなくなった。そんなさ、外から来たよそ者が知るわけねえだろって。無事だったか。ドワーフ王ジオット、闇のクリスタル、まだ無事か。4つのうち2つは奴らの手に渡ってしまいました。ドワーフ戦車隊がなんとか追い返し、空から攻撃されてはちょっと苦しいです。修理に必要なものなら用意させる。応急処置ぐらいはできるだろうけど、ミスリルで装甲を施さないといけません。さようなら、シード。クリスタルはどこに。何を隠そう、この玉座の裏の隠し部屋ってさ、こいつもこいつでさ、口軽いよな。一応こっちはこっちで地上から来た人たちだよ。警戒心ゼロ。誰か盗み聞きしている。何やつ。誰もいない。気配を感じた。扉は敬意。いや、これも罠かもしんないじゃん。誰かいるって言っておいて隠し部屋に案内させる。そしてさ、このさ、閉められる意味もわからないよね。人形が。人形に気配を感じる矢もまたすごい。気配あるんだ。まあ一応なんだろう、命を吹き込まれた感じだから気配があるのかな。カルコブリーナ、怖くて可愛い人形。バカめ、のこのこやってくるからゴルベーザ様の手土産にさせてもらう。カルコとブリーナ、ちょっと後ろから倒していこう。次ヤン蹴ろう。フレームソード890。あ、800で死ぬんだ。
7500とか、こいつは異常だよな。終わり。カルコブリーナにはさせない。所詮は人形。バラバラになれ。この場所は報告済み。敵は撃ってもらう。ゴルベーザ様、久しぶりだな。なんて空間転移できるんだよこいつ。すごすぎだろ。場所さえ分かればその座標に飛んでくる。ゴルベーザ、あのメテオの使い手はもういない。あの時の霊にクリスタルを集める理由を教えてやる。8つ集めると封印されし月への道、バブエルの塔の封印が解ける。そんな感じの話。蹴り、白魔法、攻撃、当たらない。こいつはもうどうにもならないから。これがお前たちの力。しばらくおとなしくしてみてもらおう。呪縛の霊気、これタイミングよく怪異に飛んでるとジャンプしたままで呪縛の霊気にかからないんだよね。まあ別にそこまでする必要はないんでやらないですけど。黒い牙、即死はどうにもならないよね。こんだけ強くても。セシル、次はお前だ。霧の部です。ドラゴン、黒竜を霧の力で消し去る。これは万能薬を使ってくれたのかな。防御でいいよ。黒魔法、見せてやろう。貴様が恐れているメテオ、その力今一度味わうがいい。喰らえ。私が負けると、そりゃメテオ喰らえばそうなるだろう。ゴルベーザ、これにて終了。メテオ恐怖症になるな、こいつは。なんでこんなみんなメテオ使えるんだ。レベルアップした。やった。倒した。ゴルベーザを倒した。お前は何もしてねえだろセシル。ディディア、あなたのおかげ。そうだな、メテオを使ってくれたおかげだな。リヴァイアさんに飲み込まれて限界に連れて行かれた。幻獣たちが友達になった。召喚と黒魔法の腕は上がった。上がりまくってんだろ。ミストの村のリディア、あの子供です。大きな運命が動いているんで立ち向かってください。セシルだけだな弱えの。私は死なん。この現象も意味不明だよね。手だけになるっていう。そうだ、今のうちにフレアでもさ与えてさ、手破壊すりゃいいのに。てかなんで生きてんだろう。ゴルベーザの手に、そのまんまの意味で、ね、ゴルベーザの手に渡りました。手だけになったゴルベーザ、最後のクリスタルを収集しましょう。南西にある不意の洞窟、ゴルベーザが向かったが慌てるでない。え、なんでゴルベーザが向かったってわかんの。あのゴルベーザ何だったの。倒したゴルベーザは、ゴルベーザが封印の洞窟に向かっている今がチャンス。バーベルの塔に侵入してクリスタルを奪い返しましょうと。敵の基地、危険でも今しかない。行きましょう。でここはちょっとできるかどうか確かめるけど、デジョンは使えない。クリスタルは取れません。私のお人形をそんなことに使うなんて許せない。頼む、地下の入り口がありますと。これ装備整える必要ある。どうしよう、一応見よう。武器屋、ドワーフの炎、攻撃力下がるんだ。グレッドウォーいる。
グレートボウ持ってなかったっけ。フレームソードってか炎の槍だな。これだけで十分か。素早さと知性と精神が下がる。防具も見ておこう。フレームシールド、フレームメイル、司祭の帽子が所持数1あるな。これテラが装備してたやつか。余ってんな。で司祭のローブも1個余ってて、ルーンが1個余ってて、てかテラの装備が戻ってきてるから、それを死んでるし装備させればいいのか。地獄の爪、これなった。これ爪のさ優先順位が分かんない。まあ別にいっか、生き返らせなくても。パブラリホで開発室はなんかなくなってるみたいですね。1991年開発室跡地、まあ、開発室チームがもう違うからね。で地下へ降りて取れるもんだけ取ってこう。ギサール、ギサール、ギサール。でここにデブチョッコがいるけど、ここの部屋なんだっけ。あ、医務室的なとこだ。王の許しある、通す。行ってきます。で地下2階、気つけて。ない、開けられてる。コテージ、コテージ、これ以上持てない。コテージ持てない。これ持てないとなくなっちゃうんだ。宝箱に戻されるわけじゃなく、地底の魔物強敵、油断しないでと。ドワーフの基地、バブエルにはゴールベーザーがいなくても最強の視点のルビカンテがいる。無事帰ってきてください。この宝箱なんてさ、こういう全部開けられてるんだろうね。あ、ここ回復の壺あるじゃん。一応これで蘇らせておくか、簡単だし。では地底世界、バブイルのトーム買っていきましょう。で、あ、チェンジじゃない。防御、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 蹴り、これが多分一番早い戦闘においては。け、倒せない黒トカゲ。全然レベル上がる気がしないんだけど、こっから先最終局面までレベル1上がるかな。まあ、ザコはねもう蹴って一層できるんで、まあ、後ろでも蹴りは変わんないから全然いいけど、これヤンがいなくなったらどうしよう。魔法か、リディアの。後ろのもうやつも倒せるね一発で。クロトカゲが一発じゃ倒せないのか。戦車隊がすでに先行してます。この中をさ行くのめちゃくちゃ危険だよね。いやいやいや、絶対巻き添え食らうでしょ。バーブイルの塔、地底1階、これは見たことあるやつだ。あ、パペットが変わってる。名前がマリオネーター自体はどうなんだ。非常口、ハイポーション。わっ、クロトカゲか。これは2発かかる。そして反撃の石化にらみしていくんだな。ローザが石になりそうだ。そんなすごい経験値を持っているわけではない。どっから行くんだあんた。普通にこっちからか。クラウドパペットっていう人形になってるね。こいつらの方が経験値高いし、クロトカゲ3体より。不意打ち、てかカインさ前に、てかリディアがもう前に出てるし、隊列入れ替えよう。さすがにやばい。セシルが石になる。これ何回、4回だった気がするんだよね石って。ヤンはもう力が99あるから、これ以上蹴りの威力が
上がる見込みはないんで、でカインをここにやる。でカイン前にしてもジャンクっていうよりはさ、バーサークかけて殴ってた方が多分早いんだよね。グリーンベレー黒とかちょっと戦ってみよう。で防御防御戦う戦う、反撃食らうよりは一人ずつ殴ってた方が早いかな。敵は4点と面倒くせえな。セシル弱ちょっと待って、蹴りやってた方がやっぱいいや。セシルが弱すぎる。セシルはレベル上がりそうだな。モンスターが現れた。アイス一発、アイスブランド。おお結構俺ね、いきなり上がるな。待って、やっぱり変えよう。防御防御蹴り、これが本当に効率いいわ。いけ、倒せない。力99をもってしても無理か。どちら、こっち。フレームドックやん、いいね。オートバトルはコマンド選択の必要がないからめちゃくちゃ早い。はい、蹴りで倒せるかな。さすがにプラムリか。警報ストーンゴーレム硬い。その硬さも何、マジで硬い。いや本当に硬いぞ。どんだけ蹴ればいいんだ。氷の槍、間違えた。カインは左利きだ。でこっちからも宝箱取れて、猫の爪。何がいいの、もはや素早さが3、力3、猫の爪、力と素早さが上がる。こっちにしよう。なんか状態異常がついたりねするんだけど、ミステレグ負荷オッケー。めんどくさいやつになったな。何が負荷するかわかんない。あ、ダメージはそのまま蓄積されてるんだ。ハイポーション出ない。フレームナイトは倒せる。犬の方が強い。いや意外にレベル上がりそうだな、こうやって戦っていけば。キラー棒、南極の風、ここは宝箱だけ。クロトカゲさん、先制攻撃でもこれそうだよね、カウンターは入るよね。カウンターしかも 100% か。ヤンはもうさすがにレベル上がらないな。もうレギュラーメンバーはもしかしたらレベルは上がるかもしれないね。リディアって何装備してた、武器装備とか全然見てなかったんだけど。メデューサの矢とかさ、すげえいっぱい持ってんだよね。多いな黒トカゲ、めちゃくちゃ放出されてるこの塔に。で一応やる必要ある、コテージいっぱいあるから使おう。マジックパワーを消耗したわけじゃないからな。このよくわかんない長い杖、あーこれはめんどくさい。ホワイトムースは多分効かないだろう。一応ちょっと一回蹴ってみよう。そうだね、逃げよう。ムース系がやっぱ天敵だな、物理が通らないからめんどくさいっていう。くそ、ここでミステルグもできれば殴って倒したい。いけ3390、卵のまま消えろ。
ガチャ。アイス。ここも殴る。一番早い。セシラ、レベルアップ。よしよしよし、結構上がったな。いろいろ。アイスアーマー。アイスマンになった。硬いよね。あ、石化2分今ミスったな。耐性があるわけじゃないけど、でこっちはこっちでなんもねえし、ひどい。でここも入ってこう、宝箱。ここはやっぱり炎にまつわる敵がなんか多いね。で、アイス。こいつは殴る。アラーム。アイスシールド。アラームはね、貴重は貴重だから。てか、フレイフ系買ったけどさ、もうすぐ入れ替えだな、これ。2体くらいだったら殴っても大して時間は取られない。あそこの宝箱もちょいと面倒だけど、うわ、めんどくさい。これはめんどくさい。速攻で逃げる。ムースが一番強敵。北極の風。ムース6体とかもう絶対無理だ。バイオで一掃できるのかって言われればちょっと分かんないからね。クロトカゲ、ちょっとバイオの威力を見てみよう。クエイクの方が強いのか。バイオよりは全体攻撃普通に強い。まあ、でもちょっと栄翔がかかるよね。バイオ無栄翔だからな。そこがでかい。本当にブレイズゲーすげえ食らうんだけど。マジか、めちゃ食らったな。ローザ全然食らってないのに、もうケアルガリ一気に回復させよう。まったく無駄なことを。で、そういえばここにセーブポイントがあった気がする。ちゃんと回復させよう。全力でいく。全力の FF4 だから決して油断はしない。ちょっとさ、敵多くない。クエイク、ストーンとクエイク、いや効かねえ。耐性あるな。え、クエイクとかって耐性あんの？土なの？属性はエーテルドライ、フィフチ、指先。指先すげえかっこよくなってる。レーザービームみたいになってるからね。召喚だけちょっと何があるか見てみる。こんな感じです。まあ、なんか基本の召喚って感じだよね。メデューサもメデューサの矢を持っている。8階、地底8階って下に降りてってんの？どん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 。ルビカンテ様お気をつけて。案ずるな。忍者とやらを、忍術とやらを使うエブラナ城はすでに落ちた。留守を預けた。元気なじいさんだ。ゴルベーザ様もルビカンテもおらん。一応ゴルベーザには様つけるんだ。しまったって。しまってはないだろ。ゴルベーザ様のブレインと呼ばれるルゲイ。で、戦う白魔法死んでった。最愛のなんとかとか弱えな。
で、バーサク、黒魔法、フレア、戦う。8000、倒した。すいませんね、ちょっといろいろイベントが見れなくて。これが全力なんで。あ、ここから始まるのか。戦う、睡眠ガス効く？寝たな。黒魔法フレア、戦うをやると睡眠ガスで反撃してくるのか。なるほど、それは知らなかった。死んでゆけルゲイエ。ルゲイエの鍵。このバブイルの塔は大地を貫き地上と地底を結んでいる。クリスタルはすでにルビカンテが地上へ移した。ドワーフは私の作った巨大砲で全滅。ドワーフたちがやられちゃう。巨大砲とやらを破壊せんと。ワープ装置僕たちには使えない。後ろは何もない。じゃあこのまま戻りますか。あ、普通に合図出てくんだ。侵入者確認中。ホーリーもそれなりにマジックパー使うね。まあフレアと同等って考えるとそりゃそうか。フレアが50だからね。そんなわけでここに鍵がかかっててルゲイエの鍵で開けられます。死ねドワフどもめ。そこまでだ。貴様らどうしてここへ。よく勝てると思うよな。蹴り殺されるとは思わないのか。所詮魔物なんてそんなもんか。最後のあがき。これで誰にも巨大砲は止められん。職務を全うした。モンスターの鏡だヤン。ここは私が引き受けるってさ。お前何ができんの。妻に伝えてくれ、私の分も生きろと。バカな真似はしないで。楽しい旅だった。何をしたんだヤン。お前にメカが扱えるとは思えん。壊れてしまって開かない。これテレポで出れるっけ。いや出れない。帰るか。で地下1階に戻ってきました。4体。もうヤンがいなくなってからさ、戦闘がめんどくせえんだけど。蹴りの優秀さを改めて実感する。なかなか楽しませてくれる。忙しいなゴルベーザも。鬼の犬間に命の選択。遊びはこれまで。さようなら。ゴルベーザここから何をしてんの。どっから何をしてたのっていう。シドの操縦技術も半端ないな。ギリギリセーフ。ヤンはどうした。巨大砲を食い止めて。その姉ちゃんはリディア。追ってきた。蛇行運転のくせに速度が一緒だ。振り切れんのか。こっちのが性能は上。やつも赤い翼を改造した。結局シドはいらなかったってことじゃん。じゃあ改造できんだ。蛇行運転でさ同じ速度なんだからさ、向こうの方が全然性能上じゃん。操縦技術でなんとかなんないの。突然 U ターンするとか。追いつかれたところで倒せるでしょ。メテオがあるんだから。エンジンが持たん。突然変われって言われても運転できるんですか。地上に出たところで爆弾で穴を先食い止める。お前なんで爆弾なんて持ってんだよ。制
セシルとローザの子が見たかった。ヤンが寂しがるといかん。バロン城に向かいわしたちの弟子に会え。わしの弟子たちがおじちゃんと呼べ。バロン城へ急げ。ゴルベーザ。爆発した。なんかこれで穴が塞がるのも謎だよね。なんかカクカクしてね。バロンへ向かう。セシルの運転だから背景がカクカクしてたのかな。いや俺のパソコンの性能ではないと思う。パソコンはねグラフィックボードもちゃんと積んでるし大丈夫だから。というところで、じゃあ、今回はここで終了して、次回はバロン城に入って、シドの弟子に会っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。